はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。皆さん、こんにちは。サッカーをとことん愛する男、DJ トムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。緊急で動画を回しております。緊それ急はで。僕らの1000人到達なんかはどうでもいいって言ったら登録してくれた方に失礼なんですけれども、本当に1000人登録、まずはですね、皆様ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、1000人登録は通過点として、これから1万人ですね、目指して引き続き更新していければと思っております。で、緊急で回している理由はと言いますと、先ほどですね、速報が入ってまいりました。 DJ ソンさん、これはまさかこの時期に来ると思いませんでしたね。まさかですよ。慶応義塾大学体育会ソッカー部、塩貝健人選手、大学1年生ですでにもう2027年シーズンの加入が内定。これこれ異も例じゃないですか。異例でしょ。多分慶応義塾大学途中で抜けるパターンもあるんです。抜けるパターンもありますし、監督がね、中町選手なので、その辺も寛容そうですよね。もうこれ塩貝選手、 YouTube のいろんなサッカーライターさんが出てる番組で、ライターさんもめちゃくちゃ注目しましたから、そうなんですね。もう今すぐにでも海外に行っても通用するような。そんなにすごいんですね。いろんなライターさん、ピボットのなんか YouTube チャンネルで、その先ああ、日はい。本代表はどうなるかみたいな、一人だけ塩貝健人選手を挙げてる方がいて、誰やねんと思いますよ。誰やねんと思ってる、その塩貝健人選手がまさかもうマリノスに加入が内定と。今シーズンから特別指定としてマリノスに登録されるので、試合にも出れると。いや、これは楽しみっすね。本当に塩貝健人選手、僕も本当に縁を感じますわ。なんで？いや、國學院久我山高校ということで、大昔に付き合ってた僕が、子が久我山に住んでたんで。それだけかよ、もう全然関係ねえよ。それだけだよ。あの時のあの子か。いやいやいや、ただあなたがエモーショナルになってるだけやん。っていうことでね、いや、塩貝健人選手、これ180センチあって、自分の武器は何て言ってたんでしたっけ？自分の武器は、なんか早慶戦のインタビューみたいなのをちょっと見て、はい。この選手、アンダー19日本代表でも10番を背負ってる。そして、慶応義塾大学でも10番を背負ってる。いや、もう本当に逸材なんですね、ジャスティン選で、手。自分の武器と強みはスピードかな。足の速さと得点力。足の速さと得点力と。そして結構メンタルもすごいですね。フォワードっぽいメンタルですね。これ、今後どんな選手になりたいですか？関東大学リーグで1試合3点ペースで取れる選手になれればいいと思ってます。大学でプロになれればいいかなと思います。もうとりあえず J1 リーグ得点王を目指してると。どういう選手ですかっていう質問に対して、とりあえずレベチですと、掲示板で答えてくれてる人がいますね。なんか名前聞いたことあるなと思ったら、選手権で久我山のエースだった人かっていうふうにコメントしてくれてる人とかも、コメントというか、まあ掲示板で書いてくれてる人とかもいらっしゃいますね。いやー、楽しみだな、これは。初めてじゃないですか、こんな大学1年生の子を3年後の内定選手として獲得するっていうのは。昔のあの時に似て、柴崎のあの1年に2年ぐらいアントラーズが決まる。あ、そうでしたっ青け？森山の時そうだったじゃないですか。まあそれぐらい本当に逸材だっていうことで、マリノスも早めにもう動いておかないと、もう他のチームに必ず取られてしまうというぐらいの逸材ってことですよね。これ4年間にいるっていうことは考えづらいですよね、多分。そうですよね。まあ、慶応義塾大学、卒業はできるけど、マリノスに参加することもできるんですかね。どうなんすかね。海外も視野に入れてると思いますけど。まあ、海外も視野に入れてると、これだけの選手だとね、入れてると思いますので、まあ、國學院久我山行って慶応行くぐらいなので、結構堅実な性格なのかもしれないですね。まずは日本でしっかりと、結果を出して、そこから海外に行くっていうことを考えてるんですかね。僕は2年だと踏んでますね。これで21海外。いや、慶応大学在学中にマリノスでしっかりと結果出して、でそこからもう海外に行くと予想しております。僕はそう踏んでますよ。海外の移籍が活発化してくるんじゃないですか。でもこれ日本代表って今メンツもいいでや、すし。ほんとそうですよね。しかも180センチで足も速い。センターフォワード、もしかしたらウィングとかもできちゃう可能性もあるってことですよね。そうですね。パワーもありそうですし。いやー、楽しみだな。早くプレーが見たいな。今シーズンから特別指定で出れるっていうことは、まあ、大学の日程とかもありますし、多分大学でもかなりのね、重要人物だと思うので、どれだけ参加できるのかっていうのは分からないですけれども、楽しみっすね。慶応大学のサッカー部の方もちょっと視察に行きますんで、そうですね、ぜひ視察行きましょう。なんか今後日本代表を背負っていくのはみたいな感じで、最後の時にその人、塩貝健人って言ってて、結構衝撃でした。誰？みたいなね。注目はしてんじゃないですか、そういう界隈の人たち。台湾の人たちは注目はしてるでしょうし、ただね、
だって今海外に行っても通用するって言ってましたよ。それはとんでもない逸材ですね。強化試合になった。強化試合になりました。そしたらマジキャンプ、キャンプ動向見て、キャンプ参加してるんですか。キャンプはどうなんですかね。この感じだと参加してるとは思うんですけれども。参加確認取れたのは誰でしたっけ。参加確認取れたのはあのスワマ君と、あと日大のキーパーの子も参加してるのかな。日大のゴールキーパーの木村君っていう方も、あのホッシー情報だと参加してるんだし。ややこしいのよ、ベイスターズのキャラもホッシーだから。そうなんですね。で、あとまあ内野くんとかどうなんですかね、参加してるんですかね。もし分かる方いたらぜひコメント欄でコメントお願いいたします。で、まあ、練習参加してトレーニングマッチがですね今日あったみたいで、まあ、横浜 FC とのですね試合を4本やったみたいなんですけれども、キャンプ中の結果っていうところはあまり気にしてもしょうがないと思うんですけれども、最終的には4本の合計では勝ったみたいなんですけれども、1本目2本目では結局 1-2 で負けちゃったと。僕らスタメン予想しましたけれども、トレーニングマッチ1本目がキーパーポープで、右サイドバック吉田真人君で、上島、エドゥアルド、加藤蓮選手で、アンカー、これインサイドハーフ2枚らしいですね。 QA、 あ、こういう感じなんですか。そうですね、そういう感じで、アンカーが希望で、インサイドハーフの天野純とナムテキで、エウベル、ロペス、ヤンマテウスっていう配置だったみたいですね。これかなり攻撃的っすね。かなり攻撃的っすね。これちゃんとこれ戦術浸透しないと、アンカーのこれよくありがちなのがここをやられるっていう、アンカーのね両脇腹取られて好き勝手やられてしまうっていうことがね、このアンカーの部分は機動力がある選手じゃないときついですよね。いやきついですよ。ここはだって結構攻められちゃうと思います。しかもマリノスただでさえ去年 0-0 トップやった時のサイドバックの裏がめちゃくちゃ空いて、スコンスコンやられてる。スコン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 コイジャスコンスコンスコンコイジャスコンじゃないの。スコンコイジャスコンスコンスコンコイジャスコンスコンスコンコイジャスコン、カリッとサクッと美味しいスコン、カリッとサクッと美味しいスコン。で、そうですね、ヤンマテウスが1本目は得点して、で2本目のスタートも同じで、2本目終了時はただちょっとこれ見ると僕らが予想してた山村選手、渡辺選手ちょっと怪我してるみたいですね。あ、そうなんですね。山村選手は怪我してると渡辺選手はちょっと分からないんですけれども、1本もあの出てないので、もしかしたら別メニューで調整していたりとか怪我をしてたりとかしてる可能性がありますので、ちょっとそこは心配な部分ではありますね。これ西村のセンターフォワード起用ありますよとか言ったら、塩貝選手も全然視野入ってんですね。塩貝選手も視野入ってんじゃなくて、これ見ると西村選手もインサイドハーフで出てますね。で西村選手2点取ってます今日。いいアピールですね。いいアピールですので、まあこの2枚インサイドハーフになることでより攻撃的になりますが、よりリスクがまた高くなるのかなとは思うので、その辺の動向もキャンプを追っていきながら僕らも見ていければと思うので、皆さんもしキャンプ行ってる方とかもいらっしゃると思うので、視聴者さんにねいろいろ情報をコメントでいただけると非常に嬉しいですが、いや、スワマ君はめちゃくちゃいいみたいですよ。ポジションはディフェンスですか。センターバックです。で、ごっついでかいし、もうお父さんプロレスラーみたいなんで。あ、そうなんですか。ガチごついっすよ。じゃあこういう感じですか。ないっすよ、ないっすよ。ラリアットラリアットしねえよな。もしかしたらスワマ君のコーナーの時自分でポストにこうやってこうやってリングサイドみたいな感じでこうやってバネ使ってこうやってサッカーにプロレス流すか。いや、お父さんのなんかビデオを見てとかでコーナーキック上がった瞬間に相手のこうやってゴールのポストに意味ねえ本当にすごいいいみたいなので、今すぐにでもまたね、スワマ君も特別試合というかマリノス契約結んで、あの感じで泣いて出したいです。本当にスワマ君でした。だってマスクかぶってるか分かんなくないですか。いや、誰がそのマスクタイガーマスクよ。まあそういった形でキャンプもね、とうとうトレーニングマッチも始まって、またね何試合かあると思うので、そういったところもぜひお届けしていければと思います。とにかくですね、私たちのチャンネル1000人いきまして、本当に皆様のおかげです。このチャンネルは僕らのチャンネルではなくて皆様で作り上げていくチャンネルですので、引き続き、コメント、いいね、チャンネル登録ですね、お待ちしております。そうですね、僕ら国立行くんですよね。国立行きます。ちょっと皆さんと雑談できたら。そうですね、ぜひこんなやつらでも話やってもいいよっていうやつとかいればぜひ私たち目とお話していただければと思いますので。開幕戦テンション上がりすぎて前半爆睡する可能性もあります。開幕戦テンション上がりすぎて DJ とも酒ね飲みすぎてちょっと態度悪いかもしれないんですけどそんなの DJ トムを見かけましたら注意してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。引き続きチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。ありがとうございました。